おはようございます。さやかちゃん、入り内島さやかちゃんの次の配信が確かお昼からだったよね。だからなんだ、わかんないけど捨て星とかさ、いろいろあるじゃないですか。あとなんだ、星集めとかね。ん？何？珍しいでしょ？びっくりした？びっくりした。そうそう、なのでぜひなんかよくあんま仕組みわかんないんですけど、やってください。そう、最近めちゃくちゃなんか寝ない体になってしまって。そうなんですよ、めちゃくちゃ早く目が覚めるんですよね。なのでお話ししましょう。かわいい、ありがとうございます。そう、早起きは三文の徳っていうじゃん。そうだから早く起きて大富豪したり、洗濯物ももうしたし、あと定点の映像を見たり練習したり、いろんなことに時間を使えるのでいいですね。早起きは悪くないな。朝配信は珍しい。そうですね、珍しいです。そう、お洗濯したの偉いでしょ。お洗濯したし掃除もした。あ、お風呂掃除がまだだった。お風呂掃除がまだだったんだか。お風呂掃除はまだしてない。でもどうせつからないくやん、んだけどね。 OK、朝だからすっぴんなのは当たり前だと。そう、お風呂をちょっとしなきゃね。でもそれはまあ後で。朝は強い方、いやめちゃくちゃめちゃくちゃ弱かったんですけど、朝は本当に弱くて、学生時代も本当に起きれなくて、学校にいつもギリギリに到着しちゃってたぐらい本当に朝苦手で、目覚ましかけても起きれなくて、いつもお父さんとかお母さんとかに起こしてもらってたぐらいなんですけど、なんか最近ここ3日間ぐらいめちゃくちゃなんか寝ないでも生きていけるというか、なんか眠くならなくて、そう一人で起きれるのすごい、すごいでしょ。いや寝ましたよ、ちゃんと寝たんですけど、なんか起きれる、これすげえよ。服あったかそう、これねタオル生地なんです実は。だからもし手を濡らしてもここで拭ける。今日のレッスン着です。通勤中に見れるのラッキー。てらっしゃい、頑張ってね今日も。あ、メール送ってない、おはようメール送ってない。ごめんなさい。
風呂入るよりシャワー派ですか。うん、本当はぬくもりたいんですけど、なんか追い焚きとかの機能がないのでシャワーしか入ってないです。今日は青春ガールズ公園ですよ。実家の時は猫が起こしに来るとかなかった。あー、確かにあったかもしれない。猫、でも一緒に寝てくれてたな。さやかちゃんの配信ありがとう。そう、大事な仲間なのでできる限りのことはしたいなと思って。すごいね、頑張ってるんです、早起きして、さやかちゃん。だからぜひお昼と、あと公演前にもやるって言ってたから、ぜひ見に行って、カウントとか、なんだっけ、コメントでカウントとかしてください。私はなんかそういうイベントとかやったことないんですけど、いつかねやりたいやつがあったらちゃんとファンの皆さんに教えるので、その時は力を貸してくださいね。おはほののほのも、おはようございます。この前ほののさんとにみかんあげる約束したんですよ。私のロッカーの中にあげる用のみかんが入ってるんですよ。今度あったら渡します。うん、今日はこけしですね。ひろくん、くまさん、ありがとう。 S 推しのおるーさんの時こう押してる。あなたは今日でるーちゃん推し。あげる用のみかんって何？え、あげる for you。 え、フライじゃないですよ、あげる用のみかんです。くまかわいい、ありがとうございます。くまだよ。なんかみんな起きてるんだね、早く。お仕事だもんね、今日平日ですもんね。みんな頑張ってくださいね、負けないでね、お仕事に。仕事に負けるな。今日は公演頑張ります。通勤中だ。おはよう。またこれから朝起きれたら朝配信もしよう。電車の中で見てる。皆さん気が大丈夫ですか？私先月、もう先月ね、もう速度制限がもうやばすぎてダメだったので、今月はめちゃくちゃ節約してて、絶対外ではネットをインターネットを使わないで、なんかフリブイとかは携帯に保存してるから出先でも見れるんですけど、それ以外の動画サイトとかは絶対外で見ないように気をつけています。ショールームとかだからみんなのギガが心配ですけど、大丈夫でしょうか。50ギガあるから大丈夫。私4ギガです。いいな。なんか今日髪の毛がすごいツヤツヤしてるのでご機嫌です。なかなか家の中じゃなくて、やっぱ移動中とかが動画見たくなるじゃないですか。だから
ね、難しい。いろんなとこに Wi-Fi が散りばめられてたらいいのにね。4少ない、そう少ないんですよ。親にちょっとおねだりしてます、増やしたいって。4ギガ1日でなくなる。だって私31日間持たせてますよ。え、4000メガバイトって4ギガだよね。分けてあげたい。負けて負けて。でもやっぱ何事も節約は大事なので、ギガも節約していかなきゃ。合ってる合ってるでしょでしょ。そうそうなんです。今日青が来る方いますか？お仕事ですか？20ギガぐらいがちょうどいい。そうなんだ。SKE メール登録しました。やった。ありがとうございます。1日6通から8通で、すべてに写真付きで送るので、ぜひ撮ってください。さやかちゃん？どこ？どこ？え？あ、来た、来た。やっほー、今日会えるね。もうすぐ会える。配信頑張ってね。池田雰囲気変わった。そうかな。そう、乾杯しよう、乾杯しようね。今日もきなこ豆乳で乾杯しよう、さやかちゃんと。皆さんも豆乳飲んでみてください。きなこ豆乳甘くて美味しいので。さやかちゃん、ピカチュウ、ピカチュウ似てないね。池田さんのアバターはガングロギャルです、多分。あ、違う、カステラに変えたっけ。あ、カステラに変えたや。前までガングロギャルだったんですけどね。猫とかも来るし、猫の写真も送るし、なんかブログとかよりも近い距離感で、彼女感覚だったり友達感覚だったり、あとは真面目な話とかくだらない話とか、あと食べたものとかおすすめのものとか本音とかも、なんかね、すごい信頼してるからこそ書けるみたいな内容なので、撮って損はないと思うので、ぜひ少しでも気になっている方はメールも受け取ってください。ちょっとね、こんなねすっぴんの状態でね言うのもちょっと恥ずかしいんですけれども、いい感じの自撮りとか送るし、先輩とかとの写真も送るし、あとはゆずきさんの話をよくしたりするんですけど、あ、なんだろう、一定の時間にまとめてボーンとかじゃなくて、ちゃんと一日にばらけさせて送るっていうか、もう自然になんかそうなる。お休みも届くのでいい感じだと思います。ぜひ撮ってください。あなたの日々にの生活に癒しを。いいじゃないよ、動画で気づいたんだけど手大きいね。そうなんです、わしづかみレオナさん。でもレオナさんとどっちが大きいかな。あやめろさんとの2じゃないよの動画が
123じゃないよの公式 YouTube さんに上がってるのでぜひ見てください。でもあの日は顔がなんかすごいむくんでるので池田さんはすごく嫌な顔なんですけど、あやめろさんがすごく面白いのでまああの私の顔は見ずにあやめろさんを見てください。昨日劇場でゆずきさん見たで、いいなひどい私も見たかったねえ、いいな出たかった。バックダンサーも出たい。バックダンサー出たかった。本編は無理だもん。ゆずきさんに会いたい、ゆずきさんに会いたいよと言っても、とは言っても昨日私は一方的にゆずきさん見かけたんですよ、レッスン場で。なのでもういいです、うん、また捕まれに行くね。来てください、握手。そういうとこあるよね、そういうとこあるよね。では皆さん会いに来てください。私の手の大きさを確かめに来てください。イエイ。日高会作って、そんなでも私はスギチルなのでちょっとねでもラブリンさんとはずっと LINE してますラブリンさん優しくてよくずっと話してゆずきさんの話しに握手行こうかな。来てほしいです。ゆずきさん推しですか、ぜひ。でも、もう顔がなんかもうまともな顔できないんですよね、ゆずきさんのことを考えると。それでもよかったら来てくださいあ、はい、絶対来てください。ちょっと待って、ちょっとこれを見てます。じゃーん、ネームプレート。なんかダメだダメだ、ダメですね、こんな。ちょっとよし、このカメラの向こう側に引き出しがあるんですよ。ダメだ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 ダメ、私はちょっとダメだダメだ。すごくあの正気に戻れなくなる、正気に戻れなくなってしまいますね。スギチルとしての来年の抱負一言。来年の抱負ですか。そうですね、やっぱスギチル公演でしょうか。うん、そうですね。あとスギチルでお仕事を
なんかね、相模さんのやつスギチルだったんですけど、私その日公演かなんかで、まあ別に公演がなかったからってちょっと呼ばれるか呼ばれはしないんですけどね、別に。ちょっと最近すごい自覚が芽生えています。あいあいさん、いつもお世話になっております。誕生日プレゼント待っててください。っていう、金まであと8分、いってらっちゃい、頑張って。キュウリ会は兼任してないです。キュウリ会は入ってないです。キュウリ好きだけど、あんまり、兼任はできるの。はいはい、ネクスト、ネクストトークテーマプリース。あ、そうだ、あ、目が寝てるよね、ちょっとごめんなさいね。池田カメラ、あ、そうだ、皆さん SKE モバイルの会員ですか。あの個別握手会のレポートを見てください。あの池田さんはカメラマンになりました。モバイルの、カメラマンになっていろんな先輩を激写しました。チキン、なので見てください。カメラ好きなの、なんか楽しくって、そう、見てください。盗撮じゃないですよ、ちゃんとこっち向いてください言って撮りました。あのゆずきさんが連から帰ってくるのを待っていた。すでに可愛かったです、すごく。福袋っぽいあれの宣伝お願いします。福袋、あれですか、福袋ですか。2020年の福袋を池田のやつゲットしてください。私もね、あんまりね、わかんないんですよね、どういう感じのやつなのか。ぜひでもゲットしてください。なんかあれだよね、何発何中みたいなやつがもらえるかもしれないとかもあるんですよね、多分。ぜひ。あ、新春グッズ、新春グッズって言うんだ。いいもの入ってるんじゃないでしょうか。ぜひゲットしてください。ふふふ、イエイイエイイエイ。すごい、朝だと時間がいくらでもありますね。いくらでもは嘘だけど、会にあの予約して本当嬉しい、ありがとう。じゃあ2020年もずっと一緒ですね。ブランドの福袋を買うの、ちょっと高いよね。あ、高いとか言ったら福袋に失礼か。そうですね、買ってみたい気もするけどね。今高いって言ったのはあれ、 SKE のじゃないですよ、 SKE のやつじゃないですよ。あの服のブランドのやつ
って意味で言いました。メイクした方がいいかな。でも公演前に誰かとおしゃべりしながらメイクするんですよね、いつも。多分さやかちゃんが配信してる横でメイクしようかなとか思って、だから今しなくていいかな。スピンでいい？スピン好きだよって方いますか？スピン可愛い、本当ありがとう。公演のための仕事に戻ります、イエイ、ファイティン。マジで何もしてない、眉毛ない、あんまり眉毛ないし。あ、口紅は塗ったけど、ね、変わんない。本当ですか？眉毛こっちがないよ、ほらめっちゃ短いの。でも割りかしある方かな。どうなんだろうね、幻滅しないのみんな。実は俺もスピンなんだ。そうなの？じゃあ見せてください。私本当に SK 入る前までメイクしたことなくて、ずっとすっぴんで生きてたし、オーディションもすっぴんで行ったから、じゃあもうすっぴんで生きていこうかな。ずっとすっぴんだった、やばいですよね。どこに行くにもすっぴんだって今思えば恥ずかしい。なんで外に出れてたの？だから本当にメイクには苦戦しています。やり方がわからないから適当。おはようございます、久しぶりに見えた。やった、来てくれてありがとうございます。もう2000人の方が来てくださってる。 SK48 休憩研究生の池田楓です。長崎県出身の19歳です。ジャパネット池田さん、そうです。テレビショッピングね、第2弾ないのかな。鉄なの2分半、袋閉じ。仕事行くね、行ってらっしゃい、頑張ってね、応援してる。あと20日で2020、怖い。今日は11日、今日11日、怖い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 、やばい、あと20日しかない、20日しかない、どうしよう。みんなやり残したことはないか。ヘニャンは足のマッサージをするね。お墓ヘニャン、お墓ヘニャン、出品のカニャン可愛い。みんな好きなんだ、みんなさん好きなんですね。はい、私も。じゃあもうちょっと自信持ってメイクをしないというね、手抜き行為を正当化しようと思います。ラビュー、ありがとうございます。今日もサーヤショールームに声の出演者ね、しよう、できたらできたらします。紅白
実家で見るかな。いや実家にはいないと思いますね。知らんけど。今日ゆで卵を作ろうと思っているんですよ。なので失敗しないように応援しててください。おはよう、おはよう、おはようございます。初見ですっぴんには見えませんよ。え、はじめまして、嬉しい。ぜひ覚えてください。池田です。名字は池田。ルームフォロー、おお、ごめんなさい。ルームフォローよろしくお願いします。イエイ。片ゆでか、片ゆでか半熟か迷うけど、でも食べ応えあるのは片ゆでかな。だから10分ぐらい茹でようかな。なんかこの前、だいぶ前にやった時は全然剥けなくて殻が張り付いちゃったんですけど、水で流しながら剥くといいらしくて、なので今日は上手に剥けて、あの殻を食べないで済むように一生懸命茹でたいと思います。10個茹でるけん失敗しないといいね。あ、水から12分。そうなんだ、沸騰してからかと思った。ゆで卵失敗とかある？あるある、前失敗したよ。シュリさん初見です、ありがとうございます。初期の高橋樹里さんみたいな可愛いです。え、なんか前もどなたか配信見に来てくださった方に言われたことがあります。めちゃくちゃ褒め言葉ですね。わあ、今日一日生きていける、ありがとうございます。私あの有吉 AKB 共和国とか大好きだったので、樹里さんに似てるって言われるなんて嬉しい。池田さんモバメ登録しました、やったん、ありがとうございます。投げキス for you。 スマイル for you。 似てる、ありがとうございます。目死んでますか。エモいよな、エモいですよね。昔の週刊 AKB とかいいよな。バラエティやりたい。中学校行かなくていいの、中学生じゃないもん、19歳だよ。19歳だよ。もういいだよ。サクビちょっとスケズール見てください。あ、スケズールじゃないですね、あのプロフィール見てください。19歳だよ。ちょっとプロフィール見てください。2000年生まれって書いてあるもん。朝飯食べたの？え、朝食はですね、みかんとバナナとヨーグルトを今日も食べました。体育館でおはよう、手と手を置きの笑顔を持ち寄るんだ。天窓に秋の日差し、なんかちょっと不思議だね。バスケットのコートでコーヒーを飲みながら、修行をチャイム鳴るまでは歌にね。ありー
懐かしい、私やったんですよこれ、この曲。信じられない。あの時はノリに乗ってたのかな。今もノリに乗ってると言わせたい。だってユニットに出させてもらえるなんて、先輩にまして。まあこれからね、どんどん実力をつけてちゃんと認めてもらえるように頑張りましょう。何時まで、そろそろ家出ないと。ね、決めてない決めてないだから遅刻しちゃうから、いってらっしゃい。あのね、カイニャンさんの家には時計がなくて、何時までとかね、わかんないの適当適当人間。冬休みの宿題ちゃんとしないといけないよおこおこおこだよ。大人だって、大人だよ、うん。みんないじめてくるのね。ちょっとコメントを見ない間に見えない見えないとか書かれてる。セクシーポーズ、どうやったらみんな信じてくれるんだ。おはよう、おはよう。滑り台で陸は出るといいね。出たい出たいです。あ、時間教えてくれてありがとう。8時40分なんで、お年玉あげようか地アレですか。タピオカ見に来てください。マークしか出せません。タピオカは出せない。肩を出して大人っぽく見せて騙されませんよ。あ、本当だ。この服は何なんだろう。オフショル、わかんないわかんないで着てる。でも生地が気持ちいいってことだけは分かる。着るものにこだわりを持っているようで持っていないっていうね。結局ジャージが一番好きだけどさ。ねえ、リクアは出たい、リクアは出たい。だってずっと見てきたんだよ、ファンとして。リクエストはあのステージに立てたらどれだけいいだろうかと思いますよ。私ひな壇で私わちゃわちゃしたいし、ご飯食べた、ご飯さっきね言ったんですけど、あのヨーグルト食べました。9期生で唯一会に覚えました。やった。じゃあずっと見ていてください。ずっと忘れないで見ていてください。ついでにもう好きになってください、ぜひファンの方を増やして握手会でいっぱい人に来てもらえるように。誰もいなくて滑走路は寂しかった。スクショタイム。最近ハマってるハートポーズ、スピンポーズ。最近顎がある。 S 公演に出させていただいた時によくゆずぽさんに顎をつかまれます
あ、そうだ、 S14 日の2回公演出させていただくことになっています。ぜひ見に来てください。最近ウィンクも覚えました。2回公演だよね、多分2回公演楽しみですね。見に来てください。 S の2回公演は、いやでもそんな久しぶりじゃないか、11月の24日にも見ましたね確か。ダブルウィンク、ダブルウィンクってまばたき、え、ただのまばたきじゃん。ゆずぼさんとキャッキーして、そうなんです、いつもキャッキーしちゃう、楽しくて。まとめ出しとループはどっちがいいの？ループかな。なんかもう本当に人がいなくてですね。はい、ぜひお友達連れてきてください、お願いします。もう両脇のレーンが本当に行列ができていて、すごく、はい、寂しかったです。なのでいっぱい会いに来てください。もう笑顔でお迎えするので、絶対後悔させないので、ぜひ会うお約束をしましょう。また詳細が出るまでは何も分かりません、私も分かりません。部数が減らないことを祈るのみ。候補生の時見てた子が会いなんて最近聞いてた、え本当に言ってる？え？エントリーナンバー1番を見てたけど、私だとは思ってなかったってこと？そんなことあると？お見送りで声かけたかったけどかけれなかった。次はぜひかけてくださいね。お見送りでも一言でも二言でも話そうね、みんな。夢の階段を登れ、その先が見えなくても、ウインクは3回、キスは12秒って昔から決まってるのよね。ウインクは3回、2回じゃ少なすぎる、4回は美味しい、イェイ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 、3回くらいがちょうどいい告白、周りには気づかれないで。夢の奥でささやくわ、あなたが大好き、まばたきサイン。おはよう、おはよう。あ、今歌ったのは HKT さんのウインクは3回です。なこさんのセンターのやつ、めっちゃ可愛い曲で、衣装も可愛くてメンバーさんも可愛くて、もう可愛いです、とっても。握手会で恋人つなぎをしてみる、いつもしてる全員と。
しに行きたいですか皆さん。これからはもう真心と星になってる何言っちゃいけないこと応援していきます。ありがとう。皆さんの応援に応えられるようにこれからもね私は努力をします。頑張ります。なんかうんダンスとかね下手っぴだしね別に今はなんか人気もなくても頑張ればいつかは花が開くでしょう。知らんけど。だからみんな信じてついてきてください。本当にねあのうん一人で来てるから本当に SKE がなくなったら何もないので私にはね。よいしょ頑張るぞ。ミクさんとのツーショットが今でも忘れられない。次のシングルで握手ね。やった待ってます。ミーポポさんいたい。徳島に行ったら会える。あ目がシパシパ。今日公園見に行くけんね。 ありがとう待ってる。土曜はナオナイプラデス公演だった。いいの。ナオナイプラパパ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 パ。でもくるくるパーでもやりたい。私はベル公演の16人姉妹の歌をやりたい。目薬をさしました。ニハルいる？川島は私に今ねあのLINE を送ってきたんですけどもそれをちょっとこう見れないから代わりにここで答えますね。どこですか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 。あチキだって。私もチキだよ。あれ泊まりに来てね。マッチュさんおはよう。おはよう。二公演は何？星になってる。モッチーさんなんて言いました。星になってます。星になってます。あ、今大阪におらすと？大阪がじゃあ近いかな。名古屋と大阪って近い。次に九州で握手会あったら行くけん。やったーね。九州であるといいな。チュッキーチュキチュキチュキなんです。根性ゼロポジ出演したかったしたかった。またなんかそういうロケがあったら選ばれるようにします。その日は鉄なに出てましたね。私はに公演はしんどいと。2公演 ?2 回公演ってことですか。しんどくないよ。
目薬が染みた。入った。しゃ。兄じゃないよの動画面白かった。よかった。顔がむくんでるので池田の顔は見ないでください。泣いてるの？泣いてないよ。目薬だよ。学力ゼロポジならいいとこ行けそう。確かに。いや、わかんないですけど、学生時代お勉強しかやってなかったので、もしかしたらいいかもしれないですね。ビリは免れるでしょうか。どうでしょうか。でも勉強に費やしてた時間を、ダンスをもし学生時代やってたら、もっとなんか認めてもらえたりするのかな。今日も頑張ろうね、頑張ろうね。カイニャン、またね、またね。頑張ってね。めっちゃ勉強してたかのようなイプリ。めっちゃ勉強してました。なんか勉強しかやることがなかったから、部活も勉強のやつに入ってたし、何してたんだろう。でもコツコツ努力することの大切さを学んだので、それを活かせたらいいかと思います。バッテン知らんけど知らんけどな。せやな、せやな、せやせや、そうやな、そうやな。知ってる、知ってます。泣き方法、上島さん。上島さんとハルタンさんの関係性好きですね。すごい、3500人の方が来てくださってる。うれっぴー。今日は青春ガールズ公演です。ピースピース。ユニットは何でしょうか。安定のどう、あ、何のアニマルでしょうか。イエイ。いや違います。ダメですね、ネタバレはダメですね。ごめんなさい、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 ごめんなさい。でもいつか他のユニットもね、できるようにね、させてもらいたいけども、なかなかねできないですよね。いつか金利をやってみたいな、やってみたいな。なんて思う。バッテン。相方だって。
ってそんな私が姉役か妹役かによって全然変わってきますよね。でもまあできない、多分やらないからいいんですけど。でもやりたいのはやっぱり白の方かな、大島優子さんがやってたからっていうのもあるけど。他の人ではダメなんです。これっていけないことですか？これはピンクの方ですね、今のセリフは。完璧なんですよセリフ、やったこともないのに。ファンの頃からよくカラオケで一人で歌ってました、二人分。笑ったっていうのは笑ったって意味なんですよ、知ってましたか？都会語覚えた。え？マジで言ってる？さっき大島優子さん通り過ぎ、え？本物？本当に言ってる？おはようございます。本当に言ってますか？それは本当に言うてんの？マジ？やばゆうこさんに会いたい。いつから会ってないと思ってんだ、こっちは。こっちはな、こっちは最後に会ったのはな、ファンミーティングの時だよ。野呂さんとね、一緒に会ったの。すごいリップ濃いめに塗ったらすごいなんか血色が良くなりましたね。なんかすごい元気な口になった。チューしてお願い、いいよ。これはおしゆきさんの TikTok を見て覚えた、この今の。行ったファンミではなんかね、気になる転校生を歌ってました、野呂さんと優子さんが。年の瀬にやってきた間が悪い転校生、私の得意と何が言っててなり雪で座る街で。野呂さんすごいよ、すごいよ、野呂さんすごいよ。でも名古屋に来てから野呂さんがテレビに出てるの見て、その時に雨の動物園を歌ってたの、野呂さんが。私もうめっちゃ感動しちゃって、すごい、その曲を今やってるなんてと思って、すごいと思いました。二期生さんがやっていたやつをやっているなんて。シェイシェイ、神様ありがとうね。青春ガールズ公演をやらせてもらえるなんて、神様ありがとう。K2 公演に出演されているときは推しメンそっちのけで会議のコールしてます。推しメン誰ですか、いいんですか、
やった、でもコールは嬉しいです。バリのお面の顔真似できる？いや、ちょっとやったらちょっとやばいので。私前握手会でゆうこさんにバリのお面やってくださいって言ってやってもらったことあるんで、すごいでしょ。カニはバラエティー班。そうだね、そうだよ。バラエティー担当だよ。やってくださいましたよ、バリのお面。いやー、可愛かったな。以上。すごい、4000人超えた。そろそろ終わりにしようと思います。また定点を見たいので。定点映像を見て研究するので。だいたい1時間ぐらいしたかな。1時間超えちゃったかな。もう次の枠は何時から？あ、枠じゃないですね、私には。私はちょっとイベント参加してないので。入内島さやかちゃんの配信が12時からですね。ぜひ見に行ってお品上げカウントしてくださいね。あ、1時間過ぎちゃった。本当楽しくてお話ししてたらあっという間でした。TGC 出ないの？はい、私はね、いつか CM 選抜に入りたいっていう夢がありますね。自分のオリジナル曲をやっぱり在籍している以上は、なんかオリメンになってみたいじゃないな、なって思って。あ、そうだ、今度のそういうとこあるよねのカップリングで、あれですね、恋の根拠っていう、ちょっとめっちゃ歌いそうになっちゃった、危ない危ないっていうやつがありますね。ほぼ全員入ってるやつです。初めてのそうミュージックビデオです。そう、何人かはね、ミュージックビデオ撮ったことある子がいるんですけど、すごく素敵だなと思ってたから、今回初めてミュージックビデオがあって嬉しいです。映ってるかな？ぜひチェックしてください。ハイウェイガールズです。はい。ハイウェイガールズらしい。すごいいいね、ありがたいですね。ぜひチェックよろしくお願いします。私結構好みの曲です。好きな曲です。結構好きです。撮影終わってんだ。あ、言っちゃいけなかったかな。なんか確か K2 のシンポジの直前に MV、 あ、ダメなのかな言ったら。すごいね、直前でね、焦ったっていう記憶があるんですけど。あんま、あれかな、CM 選抜の予選が始まるかな。それは参加したい。今までいろんな、こう、なかなか自分でイベントとか参加しなかったりして、参加したいやつも時々あったけど、自信もなくて
諦めていた時もやつもあったりするんですけど、それは参加したいな。 CM にもし出れたら、それをこっちのテレビで見たのを携帯で録画して家族にも見せてあげたい。なんかそう、お母さんがね、ゲームしませんかのね歌を覚えてね歌ってるんですよ。だからもし私が CM 選抜になったら、私が参加してる曲を今度お母さんが覚えてくれたら、なんかめっちゃ嬉しい。でも滑り台からも覚えてました多分。アイドルとかお母さん興味なかったし、むしろなんか別に私がアイドルファンであることを心配じゃないけど、なんか心配っていうかあんまよく思ってなかったんですけども、今はね応援してくれて、好きになってくれて、覚えてくれて、なかなか厳しいね。でも最初から諦めたくない。ファンを増やさないとって書いてある。そうだね、そうそう、ファンの方が今はあんまりいないっていうのは分かってるから、あんま言えない、参加したいとかあんま言えないんですけど、でも最初から諦めてもダメかな、分かんない、だから、難しいね、伝わらない、伝えられないけど、襟がグイーンってなってる、撫で型だからうまく切れない。自信持って参加したいって言えるぐらいだったらいいんだけれども、難しいですね。もう伝われ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 。じゃあそろそろランキングを読んで終わりにしたいと思います。朝早くから見に来てくださった皆さん、本当にありがとうございます。ぜひルームフォローをして、また次の配信にも遊びに来てください。今日は11日なので、明日がブログの更新日ですね。初回から毎回更新しています。でなので遡って全部読んでください、ぜひあ1時間10分あ、そんなにしてたんだ。 OK、 毎回読んでる、ありがとう。読んでください。明日はブログ読んでください。
今日は公演頑張ります。あとゆで卵も頑張ってゆでます。ではランキングを読みます。一回も休んだことないのがすごい。ブログね、だって5日に一度初めて見る方に目に留まるかもしれないチャンスだから、私は絶対に見てほしい、読んでほしい。読んでくれるかな。いいと思う。13位から読みます。13位、こまちゃん。12位、ドウムさん、ドウムって読むのかな。11位、サク2 10位、アサミミ。9位、ワイ。8位、ナナニシ。7位、ピョちゃん。6位、グレイブ。5位、イキコ。4位、ナカシ。3位、きなこ豆乳。きなこ豆乳2位、マックス。1位、カズサ。ありがとう。22位は XYZ。 75位はわっしょい。ありがとうございます。パチ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 。では公演頑張ります。バイバーイ。12時から同じ9期研究生の入内島さやかちゃんが配信するので12時正午見てね。バイバーイ。